はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。ツアーの2日目ですか。はい、そうなんです。まあ、久しぶりの優勝、今ね、すごい暗い感じなんやけど、まだね、これ一応ね、舞台が終わって、はい、舞台袖でこうして撮ってもらってるんです。はい、はい、アキエちゃんのチョベリグ発信地、チョベリグトークのお時間です。どう、まあ、いや、いいと思います。さあ、まあ、ツアーも始まったところで、はい、もう一個トピックとしては新喜劇総選挙。はい、入った。最初なんとか入りました。っていうか、はい、私ね、今回ね、本当にね、どなたさんにも、いつもって私も2回目はやってなかったんで、1回目の時はもういろんな方にお願いします、入れてくださいね、お願いしますって同級生とかに連絡して、同級生がこんなん分かれへんわ、ファニーの入り方とか、はいはいはい、そんな感じとかもあったりして、とりあえずいろんなところにこう声かけしたりとか、あのツイッターブログいろんなものでよろしくお願いしますを毎日やってたんですよ。はいはい、でも今回はもう前回のほら総選挙についてのね、語り部の私の、はい、語り部でもないけど、とりあえずあの今回は自分を、まあ、進化を問うね、はいはい、あの皆さんが見てくれてるのか、ね、今回通るのか通らないか、通ったっていうことはもうこれからも戦って、あの若い子に負けんぞっていう形で頑張っていきます。もし、通らなかったら、その時はあの静かにこう皆さんの手助けとしてそうですね、生きていきますみたいなことを言ったんですけど、本当にあのこうして23位という素晴らしい結果で通していただいて、しかも、中間発表があった時に22位やったんですけど、はい、それに入っただけでも私大満足やったの。今回はで皆さんもやっぱりね、そっからこう、まあ、中間以降みんな目の色変わりますから ね、毎年ね、なんていうのかな、このこうパワーを上げるというか、すごくみんな頑張る状況ね、言うて、ほんならもうタクちゃんもあの言ってくれて、いや、もしダメでも仕方ないんじゃないですかって、ちょっとこうタクちゃんも半分諦めて、いや、諦めてないですよ、僕は入ると思ってました。はい、前の時は、はい、私が無理やって、もう無理やって、 SNS とかも上手じゃないし、はいはいはい、とか言った時に、大丈夫ですよ、アキネさん絶対入りますよって言ってくれて入ったじゃないですか。はい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 、でも今回は特にもう中間結果が出た時に、はい、こっからみんなあのバーってエンジンかかりますから、もういいじゃないですか、落ちたって落ちたって、あのそれはそれで、はい、っていう風に言ったから、タクがそういうことはまずちょっと難しいなってもう自分の中で言ったんで、だ、はい、からもう29位から25位まで発表ですって最初に言った時に、はいはい、そこに入ってなかったらもう無理だって、はい、本当に思ったの、はい、で入ってなかったから、あ、もうこれは早く帰ってパパとご飯食べよって思ってたまだパパが入る可能性もその時はあったんじゃないですか。でも結局パパ待ってくれたんやけど、はい、でもパパは、まあ、もちろんパパはね、なかなかまだ馴染みがないところもあるんでだからパパも何も SNS もしてないし、はい、でそう思ってたんやけど、まさかのあそれほど中間発表と差がなくね、はい、23位って、もうこれはね、ちょっと本当にあのみんな面白いコメントする中で、私だけ真面目なコメントになってしまったかもしれないんだけど、はいはい、もう死ぬくらい嬉しいですっていうのは本当に嬉しかった。まだまだこう私が新劇出てほしいと思ってくれる人が、うん、そうですね、世の中にいてるんだなということを再確認できたんで、もっとこうパワーを上げて、ちょっと本当に精進していかなくてはいけないなって今回本当に思いました。ありがとうございました。ほんまにもう皆さんに感謝でございます。感謝感謝感謝感激雨あられじゃ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 ちょっと次回の選挙危うそうですね。メダカ師匠もね、ランキングさんね、嬉しかった。二人隣同士で、うん、隣同士でメダカ兄さん、本当にもう何が起こってんのやろみたいな感じになってたけどまあそうですね、本当にありがとうございました。だから新喜劇祭り、あの力いっぱい頑張りたいと思います。あ、そうですね、10月18日ね、18日、はい、でどんな芝居するのかなみたいな。そうですね、またあのちょっとツアーがこのアケネさんのふるさとでもある大分公演がね、来年3月にイチコグランドシアターっていう大きい劇場も、イチコですよ大分といえばブランド酒焼酎イチコ、イチコですよ、下町のイチコ、下町のナポレオン、そうです。まあ、それ泊まりとかあったらまたね、ちょっと旅行も兼ねてとかできたかもしれないです、うん、あ、もうでもいちことか二階堂とか名前出したらあかんね。いや別に名前出すのはいいですよ。本当にそれでも他もあのいっぱいいいお酒がいやそれ大分にはあります。あ、なるほどなるほど、はい、まあまあ有名なところで、ね、有名なところ、はい、私が知ってるあんまり焼酎飲まないので気にしないでください誰に対してのその
いやいや、だってね、やっぱりこんなブランド焼酎あるんやぞって思ってある方も、お叱りの声もあるかもしれないすいません、失礼しました。はい、はい、ツアーの公演はどうでしたか。ツアーの公演、とりあえず昨日初日ということで、あのツアー自体はもう早くから7月からやってるのかな。そう、7月7日からやってます、ね、はい、そしてもう皆さんこうやってはる方もいてるし、これからの方もいらっしゃるしっていう意味だったら、私は昨日からスタートで4月からねということで、はい、そして昨日京都やって、だんだんあのすごく今回はあのいい役なので、いい役というか、まあ、まあメインのね、私にしては珍しく、はいはい、あのちょっとこうなんていうの、本当に良い人、まあそうですね、良い人、はいはい、変なキャラクターとかじゃなくね、そう、はいはい、あの真面目にお芝居をすればそれであのいじってもらえたら、ここで笑いも起きるし、はいはい、あの無理せずに、すごく、まあ、あの演じられるので、そうですね、ナチュラルな役柄が似合ってるっていうか、はい、今回の、はい、じゃ あ, あのそれを私ナチュラルな私を見つけて、前回の、うん、どこやったかな、前回、まあ、このツアーのスチさんのやつの時は、はい、明音さんの役が吉岡智美ちゃん、あ、そうだったんや、はい、だからまあ今回のツアーの、まあ、そう一つ面白いところですけど、はい、同じ役を別の人が演じたりとかっていうパターンも、そうなんですよね、だから同じお芝居を見に行っても演じる人によってやっぱりやり方も違うし、そうですね、キャラクターも違うようになるんで、それはそれであの、ね、新喜劇のファンの方とかは楽しめるんじゃないかなと思います。二度おいしくもあるかもしれないですね、うん、でも、はい、班が一緒やとしてもね、そうですよね、はい、まあ、ちょっと各地いろいろまだまだ回っていくんで、はい、どこか来ていただければ、これからちょっとちょこちょこと、私どこに自分が行くのか全く分かっておりませんが、うん、はい、よろしくどうぞ、行った時はその応援よろしくお願いします。はい、あれでは、はい、もうこれでいいんですか、はい、これで終わり、もうあれでしょう、近場うろうろしたいでしょう、はい、うろうろしたいです、私さっきね、あの野生ちゃんに怒られちゃって、あのうまく閉まるときにみんな一人声かけてくれるんで、知ってて、はい、あの今からうろちょろするんで声をかけて、もし取り囲まれたらどうするんですかって言われて、まあ囲まれたらしいね、囲まれへんちゅうねはい、はい、というわけで、あけいちゃんのチョベリグトーク、この辺でお開きということでございまして、チャンネル登録、コメント、そして高評価、どうぞよろしくお願いします。スラスラ言えました。